ムです。リンです。チームリンです。イエイ、やってまいりました、ゴルフレッスン。はい、ということで今日はゴルフレッスンをしに行こうと思うんですけど、まず格好からどうですか？いいと思います。これだけで。はい、ということで、今日はあのレッスンを初心者なんですけどプロゴルファーの方に今日は教えていただきたいと思います。ゴルフやったことありますか？ないです。全くおもちゃみたいなしかない。おもちゃって何？おばあちゃん家にあったおもちゃ。結構ね、機会がないと全然やっぱゴルフする機会ないんで、今日は一からやっていこうと思います。徳永プロに教えていただきたいと思います。Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. はじめまして、サンヒルズカントリークラブ所属の徳永ひろきです。今日はよろしくお願いします。お願いします。どのくらいゴルフはもうされてるんですか？ゴルフはもう12年ぐらい。12年。え、今おいくつですか？今24です。24。じゃあ12歳から。12歳。そうですね、中学入ってからゴルフを始めました。習い事でですか？プロ目指して頑張ってやってきました。すごい。どうですか今は？今はこのゴルフ場で練習させてもらって、うん、全国試合に行ってる感じです。試合ってどんくらい行くんですか？週1ぐらいのレベルで、はい、あります。週1の週、結構ある、ね、今日はどういうレッスンの内容とかっていうのを教えていただいてもよろしいですか？今日は初心者、初心者です。でまずはグリップから握るところから、はい、からまあどれぐらいできるか、はい、とりあえず見ていこうかなと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。クラブの説明をしていただきたいなと思うんですけど、簡単に説明していただいてもよろしいですか？こちらがドライバーで、一番遠くに飛ばすクラブで、一番最初に打つロフトが一番立っているクラブにフェアウェイウッド、フェアウェイってちょっと短く刈ってるところがあると思うんですけど、そこから2打目に打つ、はいはい、クラブですね。これがユーティリティで、ちょっと長めのラフとかちょっと長め生えてる芝でも打てちゃう、すごく便利なクラブです。ユーティリティよく使いますよね。あ、そうです、これは本当に便利なんです、使ってみてください。次にアイアン、これは7って書いてるんですけど、数字がちっちゃくなるにつれてロフトってどんどん角度が空を向いていくので、それでまあ距離を分けて打ちます。何個かありますよね。そう、9って書いてるんですけど、7と9なんでこっちの方が飛ばないんで、グリーンに近ければこっちの方を使っていきます。あとは P と S になるんですけど、その P っていうのはそのさっきの9よりもロフトが空を向いてる、寝てるっていうタブで、これもやっぱりグリーンに近づいてくるとどんどん使ってくると思うので練習してください。これなんか芝生が長いとかそういうのってなんか場所によってあるんですか？さっき言ったそのフェアウェイでちょっと短く刈ってある部分では何でも打てますね。優しいってことなの で、はいはいはい、芝が長いところだとボールが沈んでしまったり打つのが難しくなってくるので、こういったユーティリティを使ったり、数字ができるだけ空を向いたクラブ立ってると上にこう持ち上げる、そうそうそう、上に上がってほしいんで、できるだけちっちゃい数字のクラブを使ってもらえば打ちやすいんだ。でこちらが S って言ってグリーンで浅くなるんですけど、その周りだったりバンカーっていう砂の入ってるところで使うクラブ。じゃあバンカー入ったら S です。サンドって言って砂のサンドウェッジ、サンドウェッジ、はい、最後にこれが一番大事です、パターです。どんだけ寄っても最後にこれを入れないとホールアウトできないという、うん、そうなんですか、はい、試合とかだったらこれ絶対使うんですか？大事です、これないともうゴルフにならない、はい、大切にしてます。ちなみに徳永プロの今自分でお気に入りのクラブってありますか？僕はこのサンドウェッジなんですけど、これはタイトリストっていうメーカーのボーケー、これは僕の名前もここに入ってあって、おー、すごい徳永徳なんですけど、愛着のあるクラブです。すごい、可愛い、見てもいいですか？はい、これは口中で作ったのか贈り物なのかどういう感じだったんですか？これはシニアの崎山プロっていう栃木では有名なプロがいるんですけど、そのプロにいただいたクラブで、本当に大切にしてます。すごい、じゃあもう先輩というか、はい、からいただいた、はい、それはもう絶対入れますね、はい、あとなんか他にもう一個ぐらいありますか？はこれがさっき言ったこれと同じドライバーなんですけど、うん、はいはいはい、これなんですか？この端っこの、これはウェイトって言って、ボールがちょっと右に曲がったり左曲がったりするときに、うん、重さでそれを調整できたりするような、すごく便利な、調整できるんですか？見てもいいですか、はい、見てください、
こういう調整ができるとか。どうやって調整するの？これなんかずらすんだ。そうなんですよ、あのペンチみたいなのがあって。あ、ペンチで、はい、ペンチでやるんだ。あ、なんかそれ用の、クラブ用のがあるんですけど、私にはないのに。そうなんです初心者にはないのにこういうのもあるんで買ってみてください。買うかなこれも一緒でタイトリストというメーカーです。あ、以上ゴルフクラブのご紹介でした。次はゴルフクラブの握り方、そうです、グリップの、グリップの握り方を教えてもらいたいと思います。お願いします。お願いします。自分が思うようにちょっと握ってみてください。思うように、はい、まず一回だけ聞いたことある。でもすごくいい握り方です。そうですか、はい、ちょっと手と手が離れすぎてるんで、はい、近づけて、はい、小指があるじゃないですか、はい、小指を人差し指と中指に入れるか、人差し指の上に乗せる、それが中指の上に乗せる、小指を乗せる感じ。小指を、あ、そうそうそう、はい、どっちかが握りやすい方がいいんですけど、乗せた方がいい、乗せた方がいいですか、はい、できるだけこの部位があるじゃない、右肩を指す、右肩を指す、そう、向くように、はい、で、できるだけ右も左肩を刺すように、こうちょっと絞るように、軽く絞るように、あそこまで、これがこっちの肩を刺す、あ、そのぐらい今刺してますね。こっちの手は結構合ってます。そこまではかぶせなくていいんで、ここまでかぶせない、はい、こうですね、多少この辺に刺せば。なるほど、はい、そういう感じです。これに合わせればいいんだ、じゃあこうやって、多少両方が軽く絞る感じで、はい、あとはフェース面がまっすぐ詰めたところで握ってあげればいいので。大丈夫ですか？あ、でも結構綺麗です。ありがとうございます。はい、グリップを握るときなんか注意点とかってありますか？あんまり強く握りすぎちゃうとうまく打てないので、ひなを持ってるような結構柔らかく、そうなんです、結構柔らかくないんです。そうなんだ。がっつりやると思った。本当にクラブが飛ばない程度でいいので、そうすると重さを感じてくると思うので、はい、それもうまく使ってボールを打つっていうようなコツですね。まずこれ30ヤードぐらいなんですけど、まず最初にボールを上げるのか転がすのかを自分で決めて、転がす場合はできるだけこの右足取りに置いてボールを、後ろはできるだけ小さく上げるときに少しテンポも早めで 1-2 のテンポで打ってみるといいです。でもう一つは上げたいとき、上げたいときはできるだけ真ん中からちょっと左目に置いて、大きく後ろはできるだけ上げて、できるだけ大きくストロークを、その振る幅を大きめに取ってあげると、ロフトがやっぱ S っていうのは一番寝てるんで上に上がりやすいので、ボール位置だけでも球の高さを操れる、最初言った転がしで打ってみようと思います。右に置いて、で、できるだけ後ろは小さく取って 1-2 のテンポで、次にさっき言った少し優しいふわっとした球を打とうと、できるだけ左目に置いて、右左大きめに少し振り幅を取ってあげて打っています。おー、全然高さ違いますね、はい、でボール位置だけでもその出る球が全然違うのでやっていきましょう。はいはい、りっちゃんから、はいまずは上げるのは結構難しいので、ボールを転がすところから右足の前にボールを置いて、少し左足サイズにこのフェース面を目標に入れています。で、結局短くなっちゃう、短く立ってこのギリギリまで、はい、で左足サイズで少し外して、はい、で素振りしてみて、はい、どういう感じで打つのか、 1-2 のテンポ、後ろだけ小さくていいので 2-2 のテンポ、そうそう、いいですか？はい、とりあえずじゃあ打ってみてください。いきます。はい、今のはちょっと起き上がってきましたので、なるほど、できるだけ頭の高さを変えずに、このままの状態で、はい、せーの、はい、2、おー、惜しい全然いかないまあ、できるだけ閉じた方がいい、体が動かないように、少し左足体重でつま先も少し目標に向けてもらうと、足のつま先を目標に、あ、そうそうそう、少し少しそういう感じで、あ、そうなんだ、はい、そうすると体が動かないので、で、できるだけ手も固めてちっちゃく、で、左足体重で、そうそうそう、で、今みたいに変わっちゃうと手が 2.2 になってしまうので、この
三角形角度を変えずにそのまま肩とかでそうそうストロークしてあげるっていう。なんか腕って曲がらないとかあります？あ、曲げない方がいい。曲げない方がいい。はい。できるだけ強くしっかりインパクトすることになるので、今みたいにヘッド出すんじゃなくて、そうそうそのまんまそのまんま上げる。であとは体とちょっと離れてるので、少しやっぱ近く体の近くの方が力が伝わりやすいので。今のはボールの頭を振ったのなんで、もう少し次は起き上がらないようにできるだけボールの下を滑らす感じで。おー、うまい。おお。今のはうまく振れてます。はい、おまずはグリーンって言うんですけど、ここに乗せないとパターっていうのは使えないんで、まずはどこでもいいので乗せる。乗せればあとは転がしてカップに入れればボールアウトなんで、まず乗せる、まず乗せることです。ちょっと上にじゃ乗せる練習してもいいですか？はい、グリーン乗せたら OK。 これなんかめっちゃ緊張するじゃん。でもみんなそうだよね、プロゴルファーってみんなに見られてる。 Quand t'es venu dans la rue inconnue。 ナイス。伸びてる。よし。こうグリーンって言うんですけど、最後にそのカップまでホールアウトするまでに使うクラブがこのパターっていうクラブです。だからパターを打っていきます。まずパターはできるだけヘッドが真ん中ぐらいで、自分の中心にクラブが来るように構えてもらって、でパターだけは持ち方がそんなに決まった持ち方がないので、入ればいいので、どんな打ち方でも。カップまでの距離感合わせやすい持ち方があります。あとはできるだけ左右対称で上げた分だけ振るっていう、その距離が長くなればなるほど振り幅も大きくなっていくので、例えばここからあそこの距離だとカップを見ながら素振りをしてこのくらいかなっていうのを少しやった後、さっきの言った真ん中に振っておいて、ちょっと弱かったんですけど、ここって何回くらい行ったらいいんですか？この距離だともう2回では絶対2回、はい、行かないといけないので、まずはでも1回で入る距離ではないので、できるだけ近くに寄せて、で次を絶対に1回で入れる距離まで、あとグリーンの傾斜っていうのがあって、ちょっと斜めってますね。そうなんですよ、まっすぐではないんですよ、右が高くて左が低いみたいな、若干それをちょっと読んでカップ1個右とかこっちの方向に向いてあげて、で振ってあげると左に落ちてくるじゃないですか。上がる。で、まあ、次は入ってくれれば2回で上がれるので、まっすぐに打ったと思っても傾斜があるから、そうそうなんか、こう上がるんですね。はい、やってみてください。はい、はい、あ、強い強い意外とパターで飛ぶんです。そうなんだ。今の半分ぐらいに振り幅が、そう、そんなもん。次入ります。次入ります。次絶対に近くでカップインまで。おお。Quand t'es venu dans la rue inconnue。おお。惜しい。うまい。ナイス。おー。70ヤードぐらいなんですけど、女性だと多分サンドエッジだと距離がいかないので、9番だったりピッチングだったりで、さっきの振り幅より大きく取ってあげて打ってみてください。2本打ちます。さっきよりはちょっと振り幅も大きくなるので、ドン。なんだ、上やったら言えるんだ。今だったら、これはプロだったらこの距離だけど、はい、私たちの場合多分ちょっと右狙った方がいいですか？そうですね、バンカーがあるので、まあ、ちょっと右、広いところ、ちょい右、はい、
2段階あっち行けたらいいんじゃないですか。とりあえずはピンに寄るっていうよりはあのバンカーを越えるっていうのが、はい、バンカーを越える、はい、大事なので久しぶりですけど、クラブの真ん中でいいの、できるだけ上げれるところまで上げるとき、はい、腕をできるだけ伸ばしたまま体だけひねって起き上がっちゃいけない。背中のくの字は意識して胸の前まで来たら振り下ろして、こっちも胸の前までつけて、このぐらいの振り幅で打ってみて、そう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 、もうちょっと強く振っていいよ、そうそうそう、今の感じでいいんじゃない、ね、もっと右じゃない、そうですね、もっと右狙わないと次がバンカー越えになっちゃうので、それは多分腕が最初曲がっちゃうんで、曲がっちゃうと次の伸ばしてしまうんで、できるだけ伸びるとこまでは、はい、伸ばして、この円ができるだけ V になるようには、 U みたいな大きな円を描くように、おー、惜しい、手めず、でもめっちゃえぐってる、ちょっと上から叩きすぎてことです、はい、もう少し滑らす感じで、振り切るってどうやったらいいですか。最初構えた三角形があるじゃないですか、はい、それを変えちゃうと多分いかないんです、うん、それが胸の前に持ってくるじゃないですか、うん、でそのまま体だけ切ると、その位置にさっき言ってたそこに持っていきたいので、それを前傾して、で変えずにするとそこにさっき言ってた場所に行くと思うので、おお、いい感じだ、おお、うまい、おお、え、乗った、どうですか、センスいいですか、はい、やったちょっと練習していきたいと思います。どうですか、リンさん、できない、どれくらい難しいですか。多分富士山登るぐらい Quand t'es venu dans la rue inconnue、 なんかここら辺大丈夫、掘ってんの、荒らされてます、おお、これならさっきやったアプローチで寄せれますね。おお、すごい、ナイス、ナイス、ガッツリ軽い、軽い、あ、軽くていいの、あ、サンドイッチとかあったよ、あ、あんの逆にいいの、はい、はい、ありがとうございます。ウーロン茶で美味しそう、ここカラオケとか麻雀とか焼き肉屋さんとか、ね、あるね、だいたい後半って時間決まってない、何時に行かなきゃいけないって、どんどんこう出発するから、だいたい1時間ぐらい休憩が決まってる、場所によるけど、初心者とかいると遅いじゃん、待ってる後ろの人からしたら、あれ、なんていうか早くしろって、そうそうそう、からまあ言われたのは走る、ちょっと小走りする、ちんたら歩いてたらまだ悪いみたいな、体力はないみたいな、新資源みたいな、最後にミニゲームしていきたいと思います。福永プロと小山さんでチーム分けしていきたいと思います。こんにちは、小山です、お願いします、グッドパーでお願いします、グッドパーで分かれましょう、はい、ということで、はい、パーチームとグーチームでやりたいと思います。ルール説明お願いしてもいいですか。ル
ティーフランドは疲労 P からいきますので、チームで交互に打つっていうルールでやっていきましょう。女性スタートで。はい、はい、お願いします。お願いします。それぞれあの意気込みを。意気込み。頑張ります。頑張ります。プロがいるんで負けません。頑張ってください。してもらえるから大丈夫。行きます。おお、おお、おお、行ったじゃん。ナイス。ナイス。お、やった、やった。すごいぞ。同じくらいじゃないか。同じくらいかな。アースリーは基本的には1回で乗せて、2回パターを打ってパーを取るか、もしくは。まあ、グリーン一角からアプローチを寄せて3回で上がることをパーって言うんですけど、3回で上がれれば一番いいです。お、うまい。うん、あーちょっとオーバーします。次、締めですが、ちょっと私乗せるのなんか。あー、そば入れば、これは遠い方が先に打つっていう。そうですね、遠い人から自慢に打っていくっていう。どまどまどま。お、うまいじゃん。オッケー。今4-4で同じだったので、毎回最終決戦したいと思います。いや、勝ちます。絶対に。でも今度は1本で入れるのさ、気持ちいいよな。確かに。いいな、入れてたら勝ったんだろう。でもめっちゃ美味しかった。めっちゃいい感じだったよ。次は勝つぞ。あれはワンパットでお願いします。はい、ありがとうございます。ナイスです。お疲れ様でした。鶴間さんチームが6点で、徳永プロの方が4点ということで、徳永プロチームが勝ちです。今日はたくさん練習したんですけど、少しでもね、上達したかと思います。どうだった？私も多分いける。2人に戻れても大丈夫。いける。どうでしたか、ちょっと2人見てみて。そうですね、成長ぶりあるので、頑張ればもっともっと上手くなると思います。辛口プロの意見が聞きたい。最後に徳永プロから今日の感想と今後ちょっとお話ししていただけたらと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。初めてにしては意外と、はい、できていたので、まだまだ練習すれば伸びしろがすごくあると思います。
実は今日ゴルフが楽しければ良かったと思います。楽しかったです。またやりましょう。やりましょう。やりたいです。今日2人とも同じ色、めちゃくちゃ黄色で見やすいんですけど、これどういったなんかユニフォームとかですか？これはここのメンバーさんがアパレルブランドをやっていて、ゴルフウェアをお願いしたところを作っていただいて、はいはい、お揃いで。このメーカーは、BTTF っていうメーカーで、バックトゥーザフィールドっていう、よくフィールドに戻ってくるという意味が込めてあります。このウェアは他にもミッキーなどディズニー系だったり、あとスヌーピーなど、そのようなライセンスを持っている会社なので、そういうロゴを使えたゴルフウェアあるので、チェックしてみてください。見てください。これからまだまだたくさん試合があって、来年に向けての予選会もあるので、たくさん練習して早くツアーに出れるように頑張るので、応援よろしくお願いします。頑張ってください。頑張ってください。12月から、10月ぐらいから予選会が始まって、12月ぐらいまであるので予選会。とりあえずそれに向けて頑張っているので。来年にはテレビに出る予定なんで。来年テレビに出たら皆さんチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。じゃあ次回の動画で会いましょう。バイバイ。